どうもこんにちは、ジャン君です。お出かけしましょう。今日僕がやってきた場所は三重県、何市でしたっけ、わかんないけど三重県のなんかわかんないけどどっかにいます。はい、ということでこちら見てください。じゃん、入園門。入園門入園門、あのこれただの入り口ですね。あ、入り口、隣見てください。白い子いるでしょ。白い子いるね。そうです、あの子、タイガル。なんて英語で言った。ということで僕がやってきた場所は三重県にある大内山動物園です。やってきました。概要欄にね、大内山動物園のリンク貼ってあるんでね、まあ興味ある方ちょっと見てください。まあ大人になってからね、ちょっと動物園来れてなかったんで久々にね来ました。やっぱ僕のチャンネルって結構最近お出かけ、まあ一応メインでは撮ってるんですけど、誰もが行くような場所に基本的には行くんですけど、それにプラスして僕ね、あの多趣味なんで、そのいろんなとこ行きたかったり、まあいろんなことやりたいもそうなんです。なんでそれをね、もう全面的に自由に僕のねチャンネルらしくねしていこうかなと。そして来年ね2021年ももう自由にね表現させてもらおうかなということで、まあそれがやっぱり僕の役目、 YouTuber ジャン君としてのね役目かなということで、ついでにチャンネル名も変えちゃおうかな。ジャン君加速チャンネル、どう？ダサいな。ネーミングセンスがない。ネーミングセンスない。どうだろうな、もしかしたらもう変わってるかもしれない、むしろ。うそ。じゃあ見て見て、確認して、みんな僕のチャンネル名、ジャン君加速チャンネルになってない。ジャン君加速していくチャンネルかもしれない、もしくはジャン君希望チャンネルかもしれない、やっぱりみんなの希望になりたいんで僕は、その生きる希望、歩く希望か。ジャン君歩く希望チャンネル、あ、分かった、ジャン君歩いて加速していくチャンネル、どう？ということでね、長だったんですけど、長だった、オープニング長だったんですけど、早速ね、あの動物園ですね、今日は行こうかなと思います。ここっすね、券売機、機売券。なんで逆から読むということで、OK、行きましょう。ここか、無人だ。見て見て見て、俺入場券こちらに付けた、入れます、行きます。で、これで、これで、OK。 いや、今日見えないっすね。今日見えない、冬眠してますか、この月のワグマ。なるほど。おお、出てた、でも、お、でかいでかいでかい、お、でかいでかいでかい。え、なにこれ、お、クマだ、クマ、クマ。あ、月のワグマだ。あ、ここにいるんだ。あっちじゃなくて、こっちにいたわ、普通に。冬眠してないわ。てか、近くないっすか。何を訴えかけてるんですか、ね、ちょっと怖い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 。ご飯の好き嫌いが激しく、嫌いなものは絶対に食べてくれません。いつもゆっくりのんびり屋さんで、冬は一日ほとんど寝室で過ごします。お気に入りのおもちゃは寝室に持ち帰り、遊ばずに置いておくという変なこだわりを持っています。ボール遊びプロ級だけ。本当だ、ボール遊びプロ級、すげえ。これはなんだ、あ、タヌキだ。タヌキっておとなしいんですね。おとなしいね。逃げると思った。めっちゃ広いっすよ。はい、ということで、どうでした、ご覧いただけましたでしょうか。映像が流れたと思うんですけど、70種類のね動物がねここにはいるんです。しかもめちゃくちゃいますね。鳥とか、白い鳩でなかなか見なくないですか。なかなか見ないね。鳩っつったらなんていうの、あのグレー、灰色っぽい、ね、まあちょっとあの鳩っていう色してるじゃないですか。白い鳩なんで、幸福を呼ぶホワイトハート。色だけ英語で、え、鳩はホワイトハート、白い心、心ってことですよ。あとだけに。そしてやっぱこんだけね、70種類も動物がいるんで、皆さんやりたいことがあると思うんですけど、もちろん僕もそれをやりたいです。それは何か、はい、そうです、餌やりです。はい、やっていきましょう。コースの途中にこうやって売ってるんですよ。あげて100円ね、ここに。
パンと人参を一応餌としてあげれるみたいで、ただ動物によってパンはあげちゃダメとか人参あげちゃダメとかがあるんで、それはな一応書いてあるんで、それを見ながらあげていく。パンしか残ってないんですよ今日はね。パンね、これあげていきたいと思います。これ持ってる人気者になれる。あ、この辺パンあげていいですよ。ほらパンあげていい。この子食いたそうだよ。コブ白鳥、コブがあるとこ、ほら頭のとこ。なるほど、ね、すごいすごいすごい。おお。うおー、たたたたたた。見ました。見た見た。すごいすごいすごい。まだ欲しいのお前。やばい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 よこの連打。勢いがね怖い正直。こんな感じでね、もうどんどんあげてこと。みんな欲しがりますね。欲しがるね、はい、エミュー。エミュー、コケコッコ共和国。どういうこと。ニワトリの一種なのかな。へえ。ダチョウなのかな。そんな感じの。いるかな。あ、いるわ。エミュー。エミューね、ちょっと人見知りっぽいですね。パン丸パン丸パン丸。来た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 。いる？いる？うわ、手出してるじゃん。ありがとう。え、かわいいですね。かわいいね。猿いいね。いるのか。おお、来るね。めっちゃかわいいじゃん。めっちゃかわいい。こうやってこうやってやって、これ辛いね。もっと食べたいんですかね。そりゃそうだよ。もうちょっとあげます。もうちょっと楽しくなっちゃってる。あげる方もちょっと怖がってんのかな。あげたい。おー、ちゃんとに匂いかけましたよ。大丈夫か、こいつからもらうパンはみたいな感じで。すげえ賢いっすね。賢い。あれよ、こいつも信用してますか、最初から。なんかみんな離れてきてる。この子離れてかないの。こいつ慣れてますね。多分女の子ですね。合いそうがいいです。確かに合いそうがいい。この子あげたいですね。このしゃがんじゃってる子。この子来るかな。うい、うい、お前さっきあげてないか、もう一回やるよ。ちゃんと2つもらってくんだ。いや、このクマめっちゃ近いんで迫力に圧倒される。爪すごいっすからね。本当だ。そして百獣の王ね。もちろん動物園といえば百獣の王っす。いや、怖いっす。目見えないっす。合わせれんね。はい、サングラスかけてるんで僕まだいいですけど。うお、甘えてる甘えてる。見て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 、甘えてる甘えてる甘えてる。絶対甘えてるよね。ライオンの肉球なんて見えなくないですか。これがライオンの肉球です。寝た。いや、いいとこ見れたわ。寝ましたよ。多分僕に落ち着いたんじゃないですか。確かにね、はい、まあね、さすがじゃん。はい、まあ、まあ見てください。完全寝ました。完全にね、もう多分夢見てます。はい、夢見てる。完全になんかこれでもこういう感じで寝てます。すごい、ずっと見てられるかも。怖いけど。ダチョウでけ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 でかいわ。これはでかいわ。うわマジでけ。いや、すごいわ、これがすごい。でかい。怖い。でかい。追っかけられたらマジビビらんすか。いや、これね、追っかけられたらやばいよ。これビビるっすね。これはビビる。ダリア。あ、人のことが大好きらしいっすよ。人のこと大好き。あ、パンあげれた。マジか。パンって、パン丸って書いてあるもん。超怖いけどね、俺。ちょっとあげたいな。ということでね、ちょっと最後にダチョウにね、ご飯をね、与えていきたいと思います。どんだけ食んの、彼ら。うわぁ、ほらほら、指を続くことがあります。そらそうだよ、そらそうだ。うわあの、食べるじゃないですか、すごい力ですよ。パンなのに、ちょっと持って帰ります。いや、でもいい体験ですわ。
怖いけど、園内一周してきました。見応えもありました。で餌もあげれるんで、まあ、子供とかと来てもね楽しめますし、やっぱり僕はあの久々に、子供の頃は結構動物園とか植物園とかそういったところやっぱりよく行ってたんですけど、まあ、大人になってから来れてなかったなと思って、で久々に来ましたけど、個人的にはすごく楽しかったです。また皆さんもねぜひ、まあ、近くにもね動物園あると思うんですけど、ぜひね興味ある方はここのね大内山動物園もね一回ね遊びに来てみてはいかがでしょうか。でね、この大内山動物園の近くに大内山牛乳っていうのがあるみたいなんで、最後にちょっとそれだけね飲みに行こうかなと思うんで、動画一旦ここ閉めますけど、大内山牛乳の場所にたどり着ければこの後映像流れますけど、もしかするともうここで終わるかもしれないですけど、一旦閉めますということでね、皆さんもねぜひ動物園一度ねお出かけしてみてはいかがでしょうか。そしてねこのジャン君チャンネル、ジャン君希望加速チャンネル、またね10月からバージョンアップということでね、皆さんにねいろんなことをねお伝えしていこうと思いますんで、ね、ぜひね応援のほどよろしくお願いします。なんでねジャン君のこのチャンネル名がジャン君加速、猛ダッシュスピードチャンネルだっけ、なんかわかんないけどチャンネル名が変わればいいなと思った人はぜひねチャンネル登録とね高評価をよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。さっ、はい、ということで到着しました。ありましたよ、見てください、大内山ミルク村ということでね、素晴らしい、ありました。僕が来たいところ大内山ミルク村村になってました。想像以上に大規模です。今店内の方に挨拶させてもらってちょっと撮影許可をねいただいたんですけど、この辺で取れたミルクですかっていうことを聞いたら、産地直送らしいんですよ。なんで新鮮な牛乳が売ってます。僕牛乳大好きなんですよ。牛乳一家なんですよ。僕もね軽く10年以上、もうほんとちっちゃい時からずっと牛乳飲んでるんで、それぐらいね僕牛乳にはうるさいんで、産地直送ということでねちょっと興奮しておりますけれども、行ってみましょう。まずはアルコール消毒ね、で行きましょう。え、これ見てください、これ、え、めっちゃ可愛くない？おしゃれじゃん。え、めっちゃ可愛くないですか？子供用だけど、こっちもあるけど、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。こんなん着てたらやばくないですか？大内山牛乳 T シャツこれ絶対バズらないですか？バズるか、絶対バズりますよ。これ一緒、いいじゃん、マジ。いや、バックプリントのこの破壊力これ買いますわ。お土産屋さんに近いのかな、産地直送のお土産屋さんみたいな。これはね、やっぱ瓶ですね。これいただこうかな。フルーツ牛乳僕好きなんですけどね、フルーツ牛乳に一時期ハマってた時があって、はいはいはい、3ヶ月ぐらい通ったことがある。通った、はい、名古屋地下鉄がいっぱいあるんですよ、はいはい、で地下鉄のある改札口の目の前に牛乳屋さんがあるんですよ、はいはい、あの売店みたいな、ね、そこのフルーツ牛乳がめちゃくちゃ美味しいです。ちなみにそれは名古屋市の栄の駅、今もある、ぜひ行ってみて。そこのフルーツ牛乳めちゃくちゃ美味しい。今回はまあシンプルでね、やっぱその産地直送の牛乳の美味しさを、ね、まあ、本当に美味しいのか今日ちょっと検証したいと思います、はい、他にもねいろんなお土産があるんですよ。例えば牛乳サブレとかあるんですけど、ちょっとお客さんがいっぱいいるんで映せないですけど、そんな感じで牛乳が、外にね座る場所があって飲む場所があるんで、そこで買った牛乳飲んでいこうかなと思います。かわいいですね、いいですね。そしてこの中に入ってるのはこちらです、見てください。来ますか、サイズはねさっき確認したんですよ。 M だとちょっと丈が長いんですよね。日本人の体型にはちょっと一回り大きめに作ってあるんで、普段着てるより1個サイズを落とした方がいいのかなと僕は思います。ということで S 買いました。 S、 はい、ドン。いいじゃん、いいじゃんやっぱこう破壊力やばいですよね。破壊力ちょっと着てみますか。いや、やばいねこれ、大内山牛乳 T シャツ、これバズりますよどうすか、この T シャツ着てそんな格好つけられてもさ見てくださいこれ、見えろ、いいな、いいなこれ良くないですか。いや普通にいいよ、それ前は無地だけど、まあ無地でいいんじゃないですか。こうやってこうやって正面でご対面したら、まあ普通の人じゃないですか。確かに確かに普通の人ですよね。今まだまだ普通の人ですよね。まだ普通の人、まだ普通の人ですけど、こうやって信号待ちとかこうやってなった時に破壊力、この最高、この破壊力やばくないですかこの破壊力やばいっすよね。ということでこれいいっすわ、マジ皆さんおすすめ、めちゃくちゃおすすめ、ぜひここで購入してください。2000円かな、2080円ぐらい、多分そんぐらいでした。楽しかったですね今日も最後のねちょっと締めで牛乳もねいただいていこうかなと思います。いい街っすね、なんかいい街だったね、はい、ということでいただきます。ちょっと飲んでいくわ、いただきます。
いいじゃんいいじゃん。かっこいいな、それ着て牛乳。ああ、うめえ。